クレイクレインコーポレイテッドはアメリカアシントン州シアトルのスーパーコンピュータ製造企業。その前身であるクレイリサーチは1972年にコンピュータ設計者シーモア・クレイによって設立された。1989年シーモア・クレイは自身の会社クレイコンピュータを別に設立。1995年に倒産。 翌年、クレイリサーチは、スキーに買収された。現在の会社となったのは2000年で、が、スキーから、クレイリサーチを買い受けて、合併して、クレイインコーポレーテッドとした。シーモアクレイは1950年に、コンピュータ業界で働き始めた、このあたりの経緯については、コントロールデータコーポレーションの項も参照されたい。まずエラで、エラ1103の開発に携わった。 エラはユニバークの一部となり、徐々に縮小される。1960年、クレイは会社を辞め、数年前にエラの同僚らが設立したコントロールデータコーレーションに参加。しかし数年後、自身の研究所を故郷のに設立し、CDC から設計開発を受け負う形となった。CDC では CDC6600 や、 CDC7600 といったコンピュータを設計し、成功を収めた。1960年代末、CDC は財政難に陥り、クレイが開発中だった CDC8600 への開発資金が不足するようになった。1972年、プロジェクトの中止が決定されると、クレイは自身の会社クレイリサーチを設立した。 研究開発拠点はチッペワフォールズで、本社はミネアポリスに置いている。同社の最初の製品クレイマイ -1 スーパーコンピュータは大きな成功を収め、当時世界最高速のコンピュータとなった。最初のシステムはリリース後1ヶ月で880万 US ドルで売れている。その後、シーモアクレイはさらにクレイマイナス -2 を開発したが、出来上がってみると、 社内の別チームが設計したクレイ XMP より若干高速という程度であった。彼は即座に CEO を辞し独立した契約技術者という立場になる。1979年、クレイ -2 のための新たな研究所、クレイラブスをコロラド州ボルダーに設立した。この研究所は1982年に一旦廃止されたが、1989年に、 クレイリサーチからスピンオフし、クレイコンピュータとなった。シーモアクレイはそこで、クレイマイナス3プロジェクトに携わる。初めてガリウムヒ素半導体をコンピュータに使用する計画だった。しかし、政治情勢が変わり、ワルシャワ条約機構が崩壊し、冷戦が終わったため、クレイマイナス3はほとんど売れなかった。実際に納入されたのは1台だけである。クレイコンピュータは、 急激に傾き、1995年に倒産した。クレイコンピュータの残されたものからシーモアクレイ最後の会社 SRC コンピューターが設立され、こちらは現在も残っている。クレイリサーチは、スティーブ・チェンの設計した XMP から始まったシリーズを開発し続けた。スティーブ・チェンが同社を去った後、クレイ Y、MP、クレイ C90、 クレイ T90 と開発していった。これらのマシンは基本的にクレイ -1 を複数台内蔵しているようなアーキテクチャである。XMP は2から4台、後のマシンでは最高32台である。また、クロック周波数を高くし、ベクトルプロセッサの幅を拡大している。クレイ -2 プロジェクトが頼りない結果で終わったため、クレイの命令セットを利用した低価格な維持。 クレイを作る企業が出てきた。サイエンティフィック・コンピュータ・システムズ、アメリカン・スーパー・コンピューター、スパーテックなどがそれである。これらはクレイと対抗するという類のものではなく、もっと安価で低性能な CMOS を使った X、m p 互換マシンを作っていたのである。1980年代終盤、高性能マシンの市場は超並列コンピュータに設計される。シンキングマシンズ、 インテルのスーパーコンピューティングシステム部門、ニューベなどである。当初、クレイリサーチはこの手法を全く相手にしていなかった。超並列マシンを効率的に使うソフトウェアを作るのは困難と考えていたのである。これは、エレック4の時代には正しかったが、その頃には必ずしもまではなかった。ついに、クレイ社もそれが進化の唯一の道であると理解し、5年を、 かけた研究プロジェクトを開始し、追いつこうとした。その結果は、d e c ァベースのクレイ、T3D とクレイ T3E のシリーズで、皮肉なことに、これによってクレイは2000年のアメリカの市場で、唯一のスーパーコンピュータメーカーを取っていた。クレイのコンピュータは、メインフレームと比べても極めて高価であるため、ごく少数しか売れなかった。そのため、 クレイのマシンを導入することは極めて名誉なことという風潮があった。これは国についても当てはまる。その風潮を強化して利用するため、クレイリサーチの営業マンはクレイを導入した国の国旗が並ぶデザインの宣伝用のネクタイを作った。1980年代終盤から1990年代初期にかけて新しいベンダーから小さなスーパーコンピュータが登場した。 ミニスーパーコンピュータと呼ばれたこれらのマシンは、クレー社のローエンドマシンの死を侵食し始めた。特に人気を博したのは、コンベックスコンピュータシリーズで、他にも小規模の並列マシンが、ピラミッドテクノロジーやアライアントコンピュータといった、企業からリリースされていた。そのような企業の一つとしてがある。スパーテックの S-1 は、空冷の CMOS 実装の X、MP5 ンプロセッサを使用していた。 1990年、クレイ社は、スパーテックを買収し、S-1 をクレイ XMS として販売したが、このマシンは故障しやすかった。ついで未完成だった、S-2 はクレイ Y、MPL として1991年にリリースれ、それなりの販売台数を記録した、後にクレイ L90 シリーズとなった。これらのマシンは小規模な企業、特に石油探査を行っている会社に売れた。 このシリーズは後に、クレイ J90、そして1998年のクレイ SV-1 へとつながっていく。クレイ社はもう一つのミニスーパーコンピュータ会社の資産を買収した。この会社は、スパークベースのマシンモデル500で、ファイルサーバー市場に参入していた。このマシンは、サンマイクロシステムズのソラリスを改造した OS が、動作しており、 最大64プロセッサの SMP 構成である。クレイはこれを、クレイ S、MP スーパーサーバーと名付けて販売した。後に高速なスパースパークを使った、クレイ CS6400、ウルトラスパークを使った、クレイ CS64000 をリリースしている。設計はこの市場向けとしては最高レベルだったが、クレイはこの方面では成功したとは言い難い。 クレイのこれまでのニッチな市場とは、勝手が違いすぎたためと思われる。クレイリサーチは1996年2月、シリコングラフィックスに吸収合併された。当時、市場も技術も違う2社の合併に、業界は批判的だった。同年、創業者のシーモア・クレイが、交通事故で亡くなっている。スキーは、即座にスーパーサーバーシリーズを3に売却した。 さんはその技術を使って大成功を収めることになる E1 万ストファイヤーサーバを開発した。スキーはいくつかのクレイの技術を使いグラフィックワークステーションからスーパーコンピュータへと移行を開始した。ここで鍵となったのはクレイの開発したヒッピーデータバスト T3 シリーズで濃度間接続の技術である。スキーの長期戦略では 同社のハイエンドサーバーとクレイの製品を2段階で統合する計画だった。コード名 SN1、SN はスケーラブルノードの略はクレイ d 3 e とシステムの置き換えを狙ったもので、後にアーキテクチャとしてリリースされた。しかし、オリジン3000が発表されたのはクレイリサーチが分離、売却された後のことである。戦略の第2段階であるコード名 SN2 は 最終的に、スキー・アルティックス3000アーキテクチャとしてリリースされた。スキーの下で、クレイの新たなシリーズ SV1 が1998年にリリースされた。クラスター型 s m p ベクトルプロセッサーアーキテクチャで、J90 の後継である。1999年8月、スキーは、クレイリサーチ部門を分離し、売却準備に入った。2000年3月2日、 クレー部門はテラコンピュータに売却された。テラコンピュータは売買完了後の2000年4月4日、クレーインコーポレーテッドに名称を変えた。テラコンピュータとの合併後、テラまたシステムをと解消。これは商業的には失敗し、2つの顧客に出荷しただけだった。また、日本電気製 SX-6 の北米での独占販売権を得て、 クレイ SX-6 として販売した。2002年、ベクトルと MPP を統合したアーキテクチャの新機種を発表。これは、スキー時代の SN2 のコンセプトが、クレイ側で結実した成果である。2004年5月、アメリカ合衆国エネルギー省の世界最速のコンピュータを構築するプロジェクトに参加し、オークリッチ国立研究所向けに50とフラップスの マシンを構築することになった。2004年11月、クレイ X1 で最高性能5.9とフラップスを記録し、世界第29位となった。X1 の後継である、X1E では、より高速なデュアルコアプロセッサを採用している。2004年10月4日、エントリーレベルのスーパーコンピュータクレイ XD1 を発表。 a m d 製のデュアルコア64ビット CPU、アプタランを採用し、Linux を動作させている。XD1 は、1ノードに4個のアプタランと1個のザイリンクス製、フプガバーテックス E プロを備えている。このフプガは、動的に構成変更可能であり、入出力用デジタル回路を必要に応じて、構成できる。さらにこのフプガは、 パワー PC405 プロセッサコアを2つ内蔵している。2004年、サンディア国立研究所のシステムが完成。96の筐体に多数のプロセッサが配置されたシステムであり、理論上は300筐体まで拡張可能で、設計上の性能は41.5とフラップスとされている。これを製品化したのが超並列スーパーコンピュータである。 T3E のアーキテクチャに習ったものだが、プロセッサは、XD1 と同じ AMD アプタランを採用している。2006年の後継機では、DDR にスタラムをサポートし、アプタランの新品種を採用、XD1 のようにフットガを使えるようになっている。また、ノード間接続用通信プロセッサー、C、スターに、PowerPC440 コアを採用している。 2006年11月13日、テラコンピュータの流れを組むを発表。テラコンピュータに由来するマルチスレッドプロセッサ技術と XT4 でも使われたシースターによるノード間接続技術を採用。ASIC、基板、筐体、システムソフトウェアなどを XT4 と共通化することでコスト削減を図っている。2011年にリリース予定とされた XMT の後継機には、スイス国立スーパーコンピューティングセンターからの予約注文が入った。2006年、クレイは、アダプティブスーパーコンピューティングと名付けた新たな製品計画を発表。その第一世代が XT4 と XMT である。2007年11月に発表された第二世代がで、アプタラン、ベクタープロセッサ、マルチスレッドプロセッサ、 フップガを使って一つのシステムを構成する。2008年4月、インテルとスーパーコンピュータの共同開発を行うことを発表。同年9月、その成果であるが完成した。これは、デュアルコア、またはクワッドコアのザイオンプロセッサを最大16個搭載のようなブレードサーバーシステムで、マイクロソフトのカレットハットエンタープライズリナックスが動作する。 2010年初めを発表。ラックマウント型で、ザヨンを使うシステム、GPU を使うシステム、クッピーを採用したシステムがある。同年5月、XT5 の後継となるを発表。G6 の最初の複数筐体システムは2010年7月に出荷された。2011年5月現在、クレイがそれまでに出荷した最大のシステムは、 オークリッチ国立研究所のジャガー XT5 ベースである22万個以上のプロセッサコアを搭載しており、リンパックベンチマークで1.75オプフラップスを記録し、一時期世界最速となったが、2010年10月には1が1号に追い抜かれた。2011年5月24日を発表、プロセッサコア数は最大50万個で、 ピーク性能は50プフラップスに達する。クレイのジェミニノード間接続技術、AMD のマルチコアプロセッサ、NVIDIA のメニーコアグップグッププロセッサを採用している。2012年11月13日、トップ500ランキングにおいて、今年6月にトップに立った、米 IBM 製セコイアを2位に退溶けタイタン、クレイ XK7 ベースが1位に返り咲いた。 ピーク演算性能は20プフラップス。タイタンは、米オクリッチ国立研究所の所有で10月末に運用を始めた。理科学研究所と富士通が共同で開発した系と同様、地震や気象、医療などの分野で研究に使われる見込み。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。